激戦の結果、連合軍に乱世の勧誘曹操が、だがゼウスに会うためには超えるべき。そんな中、曹操は息子曹丕の城を攻めるよう。地下道から先行して潜入しろとは。あとは曹操様本体が到着する前に。ああ、これは心を攻める戦。それに半兵衛純育も工作部隊。正直策の全貌はよくわからんが。毛徳率いる本隊もそろそろ到着するはずだ。合流し敵を包囲するぞ。まだまだだね。城の出入り口を押さえれば総飛軍を追い詰めることができます。毛徳の心を攻める戦などと言っていた。誰の入れ知恵だか知らんが、我が軍に挑め。曹操殿と戦うは本意ではない。主として手は抜けん。お前がそういう男なのは知っている。もとより手加減など望んでいない。まだまだだね。お見事なご用にございます。雨土にことほいでおりましょう。地下道を抑えられてしまう。まだまだだね。それでは皆が不安を抱いてしまう。じわじわと追い詰められていくこの感じ、みんなの過去を思い出しそう。なんという武勇。士官は目の前だ。全員進め。門をこじ開けよう。先行部隊が発動になっているような。ここの方に流れ、三成の描いた策の通り進んでおるようだな。毛徳が来たか。本隊と合流するぞ。また戦いが始まるのですね。静かに楽を奏でることすら許されないとは。曹操殿まで現れたか。地下道も塞がれ、俺たちに未来はあるのか。僕が一気に決めるよ。おお、お前の戦並大抵ではないな。私には勝てんか。時代のため今は引きます。父は先行部隊と本隊とで敵を包囲する。鍵を持つ者もいるようだ。逃げ場をなくした上で攻め立てるとは周到な戦をなさいますね。父の狙いは城を落とすことではない。我らの降伏よ。その腕尊敬しています。先行部隊との合流はない。もはや敵は袋のネズミ。これが心を攻める策か。あとは待つね。敵は勝手に崩れるはず。もはや勝ち目はない。逃げ場もない。我らを降伏するぞ。門を開けよう。早くも下る者が出たか。投降は連鎖される。この流れが続く。全ては投降を誘う策。曹丕殿の読み通りだったのですね。おう、士官は策を見抜いていたか。この成長を喜ばしく思うぞ。くさびは打った。これより反撃に移る。士官、投降を防がんと打って出るか。全軍敵の迎撃に備えよう。さて、次なる策に移るか。
味方と連携が知らぬうちにネズミが入り込む。やってくれる。まだまだだね。あとは仲間に任せよう。まだだ。ずっと隠れてるって案外辛いね。ですが策はなりました。ハンベイ殿、敵上へ侵入したの拡大、お見事です。昔取った絹塚ってやつ、手前城の中って指揮系統が混乱しやすいんだよね。敵は孤立し浮き足立っています。今のうちに括弧撃破してしまいましょう。私が負けただと。策はなったか。わしは士官に会いに行く。我が軍は分断され総崩れ。ならば父、私自ら出迎えよう。僕も倒したよ。ああ、我が君、神々しいですね。お前、もしかして俺より強くね。ご武勇にございます。あの父にことほいでおりましょう。必死に切り結ぶ姿、お見事な武勇にございます。あの父にことほいでおりましょう。我が君、本当によろしいのですか。父君と刃を交えることになっても。今アレスに無用な疑念を持たれたくはない。それにおとなしく撃たれる父ではなかろう。孤立した敵を撃つぞ。ラン、修羅に入ります。戦わなければ。まだまだ。かつての仲間と。なぜ。僕も倒したよ。ルガタル、タイン、俺はこっちの敵を撃つ。マサノリ、向こうは頼んだぞ。おい、やられんなよ、キヨマさん。カコートン様、ずっと気になっていたことがあります。あなたはなぜ、主を呼び捨てになさるのですか。わからんか。ならばお前も呼んでみろ、あの魔王を。おい、信長。僕も倒したよ。なんと無礼な。そんなことをするくらいなら、ランは死を選びます。ハンベイの策、鮮やかよな。我が陣営にもあの才が欲しいものよ。軍師なら大勢いるでしょう。うちのハンベイはあげられないわ。しています。
せましたな。この城と宝は好きにされる。うん、宝とな。宝とは城の箱に隠されていた4つの闘技場とそれぞれに対応する力のない。ゼウス様の結界を解く方法でございます。それぞれの力は腕輪に宿る神を指しています。その腕輪を持つ者、あっさりこれを渡したということは、士官は内側からオリンポスの軍。はい、神々の監視があったため事情をお話しできず、これまで。ですが、この地を避けずに。しそうそう、お前は。はっきりとはさすがにわからぬ。しかしもし何。親子揃って食えない奴ら。超春愛優雅に時代のため。うん、いい気分だね。神への道は開かれ、結界を解く方法も分かった。しかも早期。神に。オリュンポスの神相手にここまでやると。ジョカ殿、お褒めいただくにはまだ早いか。そうですね、この先ますます気を引き締めてまいりましょう。激しい親子対決は早々に軍配が上がった。なんということでしょう。行く手にアテナとアレスの。諸葛丹の予想が当たったっちゅうことか。いえ、お役に立てたなら何よりです。あの神様たちを倒さないと前に進めないんだよね。ええ、何としても。ぜ明日は神の軍勢。そう簡単に本拠に攻め込ませてはくれぬようです。なーに、物は考えようじゃ。この大軍に勝ちゃ意気揚々とゼウスに会えるで。ゼウス様、指揮はこの私にお任せ。リズナリ、私と一緒に前に出ようよ。お前様、行ってくるね。おねね様、引っ張らないでください。行ってまい、三成。戦の指揮はわしと諸葛丹に任せればいい。ああ、素晴らしく輝いていらっしゃる。敵の布陣を見るかぎり罠はなさそうだ。皆、警戒を怠らず進軍してくれ。は、分事件いざ参る。体の動くうちに進んでおこう。よし、果敢に攻め、敵の勢いをくじくぞ。一気に決めるよ。まだまだ。あちこちに怪物がいる。操っているのを見破る。アレスたちが後方から操っているのだろう。私も前線に出る。先に怪物の数を減らしてやれ。僕が一気に決めるよ。くれぐれも無理はせんでくれよ。ミラで生き残ってゼウスの面を拝んでやるんじゃ。よくやった。だがお前ならもっとできよう。違うか。
あえて嬉しいわ、清涼の死に組。さあ今度こそ私のものに。敵はどうも受け身に見えるの。少しでも足止めできればええっちゅうことだ。こちらにとっては悪くない状況です。積極的に攻め、少しでも戦力を削りましょう。あなたの他に少し休まないと。待っていて、バッチョ。いい戦ぶりだ。よっしゃ、怪物はだいぶ片付いたね。まだまだだね。奴らではこれが限界か。調子好きよっていいだろ。俺自ら相手をしてやる。ウバタラ、はい。もっと時間を稼げると思っていたが、人間を甘く見すぎていたようだな。よし、奴らはしつこい世話を失敗続け。このまま父上の元へ行かせてたまるか。どんな敵も我が槍で貫くのみ。軍の男は正気に溢れていて羨ましい。私も微力ながら尽くそう。強くて賢い、いい子だね。惚れ惚れする戦ぶりだな。ウバタラキ、タイン。ついに主神ゼウスに会う時が迫ってきた。神々しい姿を見れば私の体も治るだろうか。各位、今は目の前の敵に集中しましょう。秀吉、俺を裏切った貴様絶対に許せ。そりゃ悪かったな。じゃがお前さんのごまかりは付き合いきれんわ。そうだ、この俺が人間ごときになんで。そもそも父上が余計なことを思いつかなければ。これが実力者の輝きなのですね。一歩でもあなたに近づきたいものです。よくやった。だが、お前がもっとできよう。違うか。雲王殿、各愛殿、その調子で頼むぞ。諸葛丹殿、随分張り切っておられるようですね。あの元気、私にも少し分けていただきたい。それが人間の力。父上、あなたの願いは叶うのでしょうか。ほう、黎明、死の道を開かん。私も行く。今度こそあの男を。僕が一気に決める。宗貴殿の思惑には感づいていない。我ら、僕を抑えてよいはずだ。だが、王位殿は飛行を追いかけ、難しいかもしれない。敵を憎む気持ちは、俺にも分かる。世界の危機を前に、今は手を結ばねば。それがしは降伏する。王位殿のことは貴公らに託すとし。馬長、王位のことは私に任せろ。あのような手合いは理屈で解き伏せればいい。私も行くよ。あの子のこと放っておけないもの。惚れ惚れする戦ぶりだな。これが実力者の輝きなのですね。一歩でもあなたに近づきたいものです。復讐の邪魔をするなら誰であろうと許さない。私は悪夢を終わらせたい。ねえ、そんな悲しいこと言わないで。
みんなで協力しないと世界が滅んじゃうんだよ。そう、でもあの男を撃てるなら世界が滅んでも構わないよ。復讐を遂げても元の世界に戻れば全て忘れる。お前の心は満たされないが悪夢は続くだろう。だからここで馬超を倒しても仕方ないんだよ。みんなで協力して早く元の世界に帰ろう。そんな、私をここで馬超を殺せば永遠に悪夢は覚めない。今はあなたたちと共に戦うしかないの。新しい仲間が増えて嬉しいよ。宝徳、多い？うむ、この部、これよりは元の世界でなければ私の願いは果たせない。なら、そうか、これで道を阻む神たちは消えた。宝黎明、死の本分を全うし、復讐、それがうん、いい気分だね。申し訳ありません。人間たちの進行を食い止めることができませんでした。そうか、彼らはどんどん力をつけている。父上、あなたはこの世界で何をしようとしているのです？うん、少々試して。まあお前たちにもすぐに分かる。散々働かせておいて真意を話さぬと、父にとって俺。口を慎め、アレス。父上はオリュンポスの神々を滑る王。そんな言い方はたとえ子であろうとも許され。こと次第によっては、ついにゼウスとの決戦。最初に戦った時より、オーディン、ロキ、ダッキ、そして破壊神。皆で力を合わせ神に挑もう。早く言いなさいよ。恋に恋する乙女のための耳寄りの実はとある村に男気あふれる武将、大食漢の男。カイ殿の料理は絶品。戦場を混沌で染め、人間たちの強い覚悟がゼウスへの道を開いた。ついに宗妃から得た情報が役立つ時が来たな。ゼウスを守る結界は4つの闘技場の主を倒せば破れるらしい。鍵となるのは私たちの腕輪か。つまり私たちがやられたら。ではいざ進みましょう。結界を解除しなければゼウスの真意も聞くことはできない。まだまだだね。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはずです。参りましょう。まだまだだね。宗妃からの情報によれば、最初の闘技場は知恵の力で開くらしい。俺の腕輪に宿るヘルムス、知恵者の神です。俺から行く。闘技場に入るには趙雲殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。お見事な戦いぶりです。わしの元へ来るには結界が邪魔をしている。そして結界を破る、それなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。さて
ここまでたどり着けるか。俺はヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。すごいです。本当に開きました。宗妃さんのくれた情報はこのことだったんですね。闘技場の主を破った。これでいいのかな。この調子で参りましょう。次は確か美の腕はでしたか。多分それは私ですよね。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので、私ごときが美を語るなんて恥ずかしい。ですがやるしかありませんよね。宗妃殿によれば、あの闘技場の鍵は光、そしてこの腕輪には光明神アポロンの力が宿るそうだ。ならば私が行けば開くはず。いざ。見事な戦ぶりだ。私たちが結界を破ろうとしてるのに、全すって神様まだまだ余裕みたい。そうね、何か考えがあるのかも。消去も油断しないでね。ほう、闘技場を制したか。まぐれではないかもしれんが、わしのもとへ来てくれた方が盛り上がるか。まだまだだね。わしがなすすべもなく負けた。さすがです。あなたならばと思っておりました。父上、そろそろ教えてください、あなたの真意を。それはまだ言えんな。だがもうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父上、美の女神アフロディーテの力を借りているものです。この闘技場に挑ませてください。門を開けるとは、俺に挑む資格はあるようだ。お前の力を見せてみろ。よかった、この闘技場は制しました。ナオトラ様、さすがです。私も頑張らなきゃ。奴らは順調に進んでいるようだ。我が君の助言をきちんと理解できたようですね。僕が倒したよ。父がうまく察してくれた。お見事な戦いぶりです。まだまだだね。敵をくじくにはこの手だ。怪物か。打ち払え。前に進まん。僕が一気に決める。不死身の怪物か。まだまだだね。いえ、怪物を操っている者が必ずいるはずです。その者を倒さぬ限り復活するのでしょう。趙雲殿を撃たせるわけにはいかない。怪物は私が食い止めます。感謝する。怪物使いはそう遠くにはいないはず。そちらは私が見つけ倒そう。奴らの攻撃をかいくぐってくるとは。怪物を操っているのはお前か。格闘。怪物たちが引いていく。趙雲殿がうまくやってくれたようだ。お見事です。趙雲殿、その槍の前に敵はいませんね。いや、雪村殿が怪物を止めてくれたおかげだ。さすがは日の本一の強者なり。もう早く私に倒されてよ。槍を使うあの二人の若者、いい連携だな。わしの配下に欲しいぐらい。カルス、気になっていたのだ。
そこまで人間との交流を避ける。我ら神らも人間よりはるかに高位の存在。奴らと親しくするなどとんでもない。人間と話すのはなかなか楽しいわな。やらせるか。我が名は超死竜、光明神アポロンの力を借りる者。なぜ闘技場を突破する術が分かった。僕が いい。父上の元へは行かせぬぞ。まさか私が敗れるとは。アリス、あとは頼んだ。アテナまで敗れた。だが俺がいるこの闘技場は決して敗れ、そもそもポセイドンの力を持つのだ。やつ人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ、その鍵は海。私の腕輪はオーディンの仲間のものだから違う。一体誰なら開けられるのだ。私だ。はい、まだまだだね。そう、一人、あなたが。いや、そもそもなぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要があった。警戒をされてしまっては面倒だ。私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあアレス、貴様に挑ませてもらうぞ。神を裏切るとは愚かな。人間の分際で理解できん。来い、戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。見事な戦ぶりだ。人間ども、結界の情報を渡したのも貴様か。許さんぞ宗妃。宗妃殿が危ない。協力してアレスを倒さねば。貴様にとって人間など神に従うだけの存在、人の王などというザレ事を本気で信じるとでも。今まであなた方についていたのは内側から揺さぶるためにすぎませんの。抑えきれませんわ。人間の時に腕の力など与えるか。腕輪の力、果たして本当にそうかな。これです。結界が破れた。今こそゼウスの真意を確かめん。さあ人間たちよ、お前たちの力をわしに見せてくれ。張り切ってますわね。私も遅れは取りませんわよ。出身ゼウス、それでこそ挑むに値する。どこかの一番偉い神様ですよね。私勝てるんでしょうか。父上、私もお力添えいたします。人間どもめ、屈辱を晴らしてくれるわ。ゼウス殿、あなたは何の目的でこの世界を作ったのですか。前にも言ったはずだ。力ずくで吐かせてみせよ。け、その余裕、自信の表れか。全身全霊の武で挑まねば。いたたたたた。さすがはあの魔王を倒した英雄たちよ。お前たちの戦いをオリンポスから覗いていてな、一度戦ってみたくなったのよ。そのためにこんなことを。いや、すまなかったな。ふざけるな。貴様など神々の王にふさわしくない。何を。子は父を殺しようとなる。この男もそうして今の地位を手に入れたのだ。今度は俺の番だ。
よく決断してくれたな、アレス。やはりお前こそ我々と共に世を滑るべき存在。許すものか！あなた私はオーディン。アースガルズを滑、そしてこれから全ての世を滑る存在だ。総士官が天を掴む様、しかと心に刻むがいい。私がたっぷり楽しませてあげます。俺は終者。オーディン、あのまがまがしい気配、ただものではない。ああ、命が惜しければ奴はあらゆる知恵と力を手に入れた神。滅びの運命。わかりましたわ。今は生き延び